エクストリームタレント。ストームが訪れ、怪奇現象が後を絶たない。外勤と開発任務も増えていく一方、残念ながら僕は戦闘が苦手でね。けどデータの分析は得意なんだ。君にアルカニストたちを紹介してあげよう。よろしくね、タイター。 4F4B 承知しました。シャーマイン、苦行を経た修行者。強靭な肉体に荒い作りの義肢と獰猛な牙がついた仮面をつけてる。彼の説明によると、義肢は子供を驚かせないためらしい。仮面は修行中に作ったもので、彼の成長を見届け、力の媒体になった。シャーマインのアルカナムは自然の霊に対する信仰と密な関係を持つ。彼は仮面を借りて自然と交流する。そして凶暴な野獣から獰猛な能力を得て、いろんな危機に対応できる。シャーマインが実戦でどうやってアルカナムを活用するか見てみよう。シャーマインは神太鼓を鳴らすことにより、敵全体に与えるダメージをアップさせ、彼らのリアル防御力とメンタル防御力をダウンできる。なんて素晴らしい修行武術なんだ。シャーマインは目標にリアルダメージを与える。ランク2以上の見習い武術で、シャーマインは自然の庇護を1つ獲得する。シャーマインがお面をつけると、自然の力を召喚でき、敵全体に大量のリアルダメージを与える。同時に主な目標に追加ダメージを与え、会心も発生しやすい。アルティメットを発動すると、自然の庇護を全て消費して総合数の MP を獲得する。どうだい、このスタイル僕にお似合いだろ。僕にも仮面があるんだ。うん、もちろんちょっとしたアレンジが必要だけど。ハイランクの見習い武術以外、シャーマインは古の知恵を伝承することで自然の庇護を獲得できる。シャーマインが洞察をすると、バトルに入るとき彼は自然の庇護を2つ獲得する。攻撃をするとき、彼は目標が所持してるステータス低下の数によって自身のダメージがアップする。洞察さんに達すると、2ターンごとに自然の庇護を1つ獲得する。自然に対する尊重と信仰で、シャーマインは動じない力を得るが、長年の苦行鍛錬も同じく欠かせない。もし君もたくましくなりたいのなら、これは絶対に見逃せないよ。全自動腕相撲マシーン。このマシーンに触れると、使用者の鍛錬強度を分析し、適切に調整してくれるんだ。強度微弱。え？あ、そんなわけ。どうやら機械に問題があるようだ。強度最高レベル。どういうことだろう。 4944D7964726265747465747264766865 IDM より優秀なチョイス。ふむ、想像を凌駕する鍛錬器具だ。鍛えることで健康な体を作れる。みんな頑張ってねー。